大阪大空襲大阪大空襲は第二次世界大戦末期にアメリカ軍が繰り返し行った大阪市を中心とする地域への戦略爆撃ないし無差別爆撃の総称である1945年3月13日深夜から翌日未明日本時間以下同様にかけて最初の大阪空襲が行われその後6月1日6月7日 6月15日、6月26日、7月10日、7月24日、8月14日に空襲が行われた。これらの空襲で一般市民10、000人以上が死亡したと言われている。1945年3月13日23時57分から14日3時25分の約3時間半にわたり行われ、 b 二十九が二百七十四機来襲した。グアムからの第三百十四航空団の四十三機が二十三時五十七分から十四日一時にかけて大阪市上空に達した。アメリカ軍の小巡点は北区大木町、西区淡沢、港区市岡本町、何和区潮草で都心部を取り囲む住宅密集地を標的にしており、夜間低空爆撃として 約2000メートルの低空からの一般家屋を狙った夜間爆撃だった。扇動機がナパーム弾、大型の焼夷弾を港区一岡の小順点に投下し、大火災発生。他の機はそれを目印に次々とクラスター焼夷弾、内蔵した38個の小型焼夷弾が空中で分散して落下するを投下した。続いて、 テニアンから第313航空団の107機が14日0時10分から3時25分にかけ爆撃。何枠潮草を小順点として登壇した。さらにサイパンから第73航空団の124機が14日0時20分から2時25分にかけて爆撃。小順点は北区大木町と西区淡沢。すでに大火災が発生している中で、北区は アメリカ軍の狙い通りには爆撃できず、他の場所に被害が広がった。中心市街地を焼き尽くしたこの空襲では、3987名の死者と678名の行方不明者が出た。山を挟んだ奈良県や亀岡盆地側では、海が山の向こうに夕焼けのように見えたという。3月13日、14日の大空襲は深夜に行われた。 震災橋は猛火に包まれており、すでに避難の術がなかった。通常、この時間には地下鉄は営業しておらず、駅の扉も開いていないはずであった。しかし、この時に、震災橋駅や本町駅、大国町駅に入り、電車に乗って避難したという体験者が、複数存在する。この話は長く知られてこなかったが、1997年3月に、 朝日新聞の声欄に京都大学名誉教授の村松茂による震災橋駅から電車に乗って梅田に逃れた体験談が掲載された。これを受けて大阪市交通局の労働組合大阪交通労働組合が調査を開始した。しかし交通局には戦争末期の市営交通に関する資料がほとんどなく当時の証言を集めることとなった。 この動きを知った毎日新聞大阪社会部の記者が同年7月記事を掲載するとともに情報提供を呼びかけた。毎日新聞は同年10月23日に調査結果と分析を掲載した。組合は1998年3月に帰還し大行に2回にわたって記事を掲載した。毎日新聞によると電車に乗った時間帯は 午前3から4時頃と5時前後に大きく分かれる。前者は、震災橋周辺で駅に逃げ込み、梅田の方は燃えていないと誘導されて乗車。後者は空襲直後に、駅構内に入り、一番電車が出ると言われて、乗車したという、こちらは、天王寺駅行きに乗ったという証言もある。駅構内に入ることができた経緯については、憲兵が中に入るよう指示した、震災橋駅。 駅員を解き伏せて、シャッターを開けさせた、大国町駅、閉鎖されている、はずのシャッターが開いていた、本町駅など状況は一様ではないが、駅員の判断により、駅構内に避難させていたと推測された。また、大国町駅から、一番電車と駅員に聞いて乗った、証言者は、それまで電車は全く見なかったとしたため、同氏は午前5時頃の電車は、始発電車。 午前3から4時の電車は、震災橋駅発の臨時で、前夜の空襲警報発令時に運転を打ち切った最終電車の車両を、職員の起点で運転させた可能性が、極めて高いとした。一方、大広の記事では、当日に、駅や列車で勤務した職員の証言は得られず、翌日の出勤だった関係者はいずれも、特別なことがあれば、 業務引き継ぎの時必ず報告があるが、そうした話題は出なかったと証言した。また、終電の後送電は止めることになっていたが、当日震災場所変電所に勤務していた職員が、指示があって、電車を動かす電気を送り続けたと証言しことで、少なくとも電車を動かすことが可能な状況であったことが判明した。避難列車について運転手の組長だった、現職員は、 五時過ぎの初発か、初発の前に職員を乗せて走る、大送り電車で測ったでしょうかという推測を述べている。この避難列車については、NHK が1998年3月29日に、列島リレードキュメントの中で、空襲の夜地下鉄は走ったと題して放送。それから9年後の2007年7月25日深夜に、富士テレビがノンフィックスで、 千の風プロジェクト大阪大空襲の夜地下鉄は走ったのかと題して取り上げた番組では証言や分析を踏まえながら新たな検証を試み運行に不可欠な運転手の確保については地下鉄構内を貯蔵場とする非常用物資の移動のために初電の前に業務用に電車を走らせた可能性もあるとしたまた終電後の送電については 深夜に電車が走ったと思われる電流計器の動きがあったという現職員の証言を紹介した。その上で証言や記録から空襲警報解除後の交通機関に対する救援指令で運行された電車、もしくは初電前の職員輸送用の電車が避難民を発見して輸送したのではないかという仮説を立てたが決定的な証拠は得られなかった。 関係者側の証言がほとんどないことについて出演した元運転手は人を助けるのは職務上あまりにも当然のことであり特別のことではないから当人たちに特別なことをしたという意識がなくそのため証言が出てこないのではないかと語っている一方1997年の調査にあたった組合内の公営交通研究所の担当者は2009年の 新聞記事で見るに見かねて被災者を駅に入れ、大食電車などに乗せたのかもしれない。当時は職務違反の恐れがあり、語り継ぐこともなかったのではないかと述べている。なお、この地下鉄での避難は NHK 連続テレビ小説、ごちそうさ劇中、2014年3月4日、放送文にて描写された。また、嘘か本当かわからないやりすぎ。 都市伝説スペシャル2015秋、2015年9月23日放送分にてこの話題が取り上げられた。1945年6月1日9時28分から11時にかけての約1時間半にわたって行われた。大阪港と安治川右岸の林港地区や城南の陸軍施設周辺を攻撃目標とし、計509機が来襲した。 アメリカ軍の小巡点は、福島駅近辺、福島区、大平木町、安治川口駅近辺、港区、大阪市立運動場、現在の八幡屋、公園、大正区福町、現在の鶴町五丁目、東区、現中央区上町、篠野目町,町、森の宮、玉造周辺、大阪市西部を中心に8.2平方キロメートルに被害を及ぼした。この空襲では、 港区と大正区に壊滅的な被害が出た。また、P51 が初めて来襲し、機銃操車を行っている。1945年6月7日11時9分から12時28分の約1時間20分にわたって行われた。アメリカ軍の小巡点は、小遺団は宮古島区、高倉町、鶴橋駅付近、天王寺駅付近。また、 上等の大阪陸軍造兵将を狙って大型爆弾を投下した。この空襲では、宮古島区を中心とした大阪市東部と兵庫県、尼崎市に被害を及ぼした。大阪陸軍造兵将を狙った爆弾は、目標を大きく外れて市街地に落下するケースが相次いだ。この空襲では、長良橋に爆弾が直撃し、さらに機銃掃射も加えられたため、 橋の下に避難していた市民約400人が犠牲になった。また国島浄水場が破壊され、浄水道供給機能が停止した。新淀川橋梁から13駅付近の爆撃被災により京阪神急行電鉄は新京阪線の梅田駅直通休止、神戸線のみ夕方から運転を再開した。また、旭区の城北公園には近くの繊維工場に四国から 近労動員で来ていた女学生をはじめとして、付近の多くの住民が避難していたが、機銃掃射を集中的に受け、数百人から千人とも言われる犠牲者を出した。1945年6月15日8時44分から10時55分にかけての約2時間10分にわたって行われた。アメリカ軍の小巡点は、阪神本線で屋敷駅付近。 国鉄福知山線出線金楽寺駅付近、西淀川区、神崎大橋南詰め、鶴橋駅付近、天王寺駅付近の5カ所。この空襲では、計511機が来襲し、大阪市及び、尼崎市をはじめ、堺市や伏瀬市、現在の東大阪市、豊中市、森口町、現在の森口市などに被害を及ぼし、477人が死亡した。 1945年6月26日、重要工業拠点への精密爆撃を狙って行われた。アメリカ軍の小巡点は、この花区北港の住友金属、現在の新日鉄住金成功所、及び大阪陸軍造兵省、砲兵工所という二つの軍工場。住友金属には命中したが、砲兵工所への爆弾はその周辺部に被害を及ぼした。 1945年7月10日1時33分から3時6分の約1時間半にわたって行われた。この空襲は、堺大空襲と呼ばれ、堺市中心部に大きな被害を受けた。中小都市爆撃作戦の一環として、サイパン島、アイズレイ飛行場、 第73航空団の116機が、堺市中心部に約1万3000発778.9トンの爆弾を落とした。大阪市中心部を狙った第1回空襲以来の夜間空襲で、堺市では2.64平方キロメートル、約5万5000人が被災し、死者1370人、重軽傷者1472人、行方不明者3人、 家屋の前半章14,797個の被害を出した。この空襲では、堺市のほか、大阪市住吉区や貝塚市でも被害を出している。1945年7月24日に、住友金属工場及び大阪陸軍造兵将を狙って行われた。117機が、木津川飛行場及び伊富飛行場、現在の大阪国際空港を爆撃した後、 住友金属工場をび、大阪陸軍造兵省へ、それぞれ向かった。しかし、大阪陸軍造兵省へ向かった、飛行機は、一部の木が造兵省への爆撃を実施した、ものの、大半の木は、上空の視界不良、天候不良として撃を断念し、予備の攻撃目標とされていた三重県桑名市へ向かい、桑名空襲を起こしている。百四十五年八月十四日に、 B29 約150機が大阪への空襲を行った。アメリカ軍機は大阪陸軍造兵将を狙い、約700トンの1トン爆弾を集中的に投下した。国鉄京橋駅でおびただしい犠牲が発生したことから、この空襲は京橋駅空襲内しは京橋空襲とも呼ばれる。大阪陸軍造兵将への爆撃はこれまで失敗に終わっていたが、 この空襲で、造兵省は壊滅。また、大阪城内にも着弾し、2番矢倉、3番矢倉、羊猿矢倉、伏見矢倉、京橋口多門矢倉を消失。その他に、石垣の一部が崩落するなどの被害が出た。造兵省の北東に位置する京橋駅周辺には、同日13時ごろ、一トン爆弾4発が落下した。京橋駅には、 ちょうど、上東線、現在の大阪環状線の上り列車、下り列車の2本が入線したところだった。居合わせた多くの乗客が、高架上の上東線の影になる地平上の片町線ホームに避難してい。そこに一発の一トン爆弾が、上東線の高架を突き破って、片町線ホームに落下して爆発し、避難していた乗客らが、爆弾の直撃を受けた。 この空襲での犠牲者は、身元の判明しているものだけでも210名以上。他に、身元不明の犠牲者が500から600名以上いる。正確な犠牲者数は不明とされている。1955年から毎年8月14日に、京橋駅南口で、慰霊祭が行われている。大阪大空襲の民間人被災者とその遺族らが2008年12月8日に、国は、 旧軍人、軍族には援護制度を整備しているのに対し、民間人被災者については何だ援護せず、放置してきており、日本国憲法第14条法のもとの平等に違反するとして、国による被害の放置は違法だとして、一人当たり一、100万円の損害賠償と謝罪などを求め、大阪地裁に集団で訴訟を起こした。第二次世界大戦中の日本への空襲をめぐり、 被災者から訴訟が起こされるのは2007年3月に東京地裁に起こされた東京大空襲をめぐる訴訟に次に例名。2011年12月7日に同地裁は軍人、軍族らとの保証の差は国会の裁量で講じられており明らかに不合理とは言えないとして原告の請求を棄却した。2013年1月16日に大阪高裁の控訴判決は 国民の受任限度で棄却され、最高裁に上告。2014年9月16日までに最高裁は、上告を棄却、原告側の敗訴が確定した。決定は11日付。これらは原告の敗訴ではあるが、大阪空襲訴訟、弁護団では、判決文中には、逃げずに火を消せとする、防空砲や、空襲は、恐れずに足りずとする。 情報統制によって国民が危険な境に置かれたことなど詳細な認定がされていると評している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。